はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッション X 続きやっていきたいと思います。今回は、ね、スーパービル戦やろうと思います。というのがドミグラ編のね最後やったんですけど、あのね、あと一本のところでね勝てそうだったんですけどね、レジェンドクリア、まあそれまで行ったんですけど、ちょっと負けたので、まあカード弱いんかなとかね、いろいろあるんでね、ちょっとね、いろいろやってね、またちょっとデッキ組み直そうと思って、まあちょっと強かったんですよね。なので、まあここまで来てましたよね、スーパービルス編。なので、ね、ここでね、ウィスさんとか入ったら結構いいんじゃないかなとかいろいろ思ってるんですけどね。なんかここ星4なので、まあいけるんじゃないかなと思います。よし、決定だ。これがレジェンドクリア条件だ。よく確認しておいてくれ。孫悟空、通常を入れろと。早く始めようぜ。はい、とりあえずね、まあ通常だとね、まあ通常も良かったんですけどね。やっと目的地に到着したようですね。前これすらいけなかったので、サポーターになった数攻撃ってことは、ってことはターブル出して、どのがいいんだろうな。この2体は絶対いるもんな。主人公いるだろ。ドミグラあたり入れとこうか。4回来るってことだよね。まあいいか、それでも。もうちょっと実力を出そうかな。敵に与えるダメージアップなんで、2ラウンド目に、まあ、攻めればいいかなと。連続で攻撃する。だからしのがなくちゃまずいってことだよね。いきなりかい。これはまずいでしょ、食らったらね。よし、これを出し続けなくちゃいけないと。ガードしてればそんなでもないんでね。負けるか。うっかりしててやられるんでね。やばいね。巨大化するよね、でもね。まあ、1ラウンド目は、まあ、どっちみち様子見みたいな感じになっちゃうんで。あ、巨大化モード、とりあえずね、ドミグラ巨大化します。これ1万になるよね、プラス。あ、悟空、そうだ、これもあんだね。もうこんなの普通の悟空で当てらんないっつうの、強いし。まあ、レジェンドクリアはね、もう後でもいいですからね。まあ、勝てるときに、やりました、みたいなね、感じでね。そう、ストーリーモードでね、ベジータブルーとか悟空ブルーとかなんか入るとか言ったんでね。おい、マジかよ。まあ、なんとかしのげばいいか、しのげばいいかっていうか、しのげなきゃったら終わりなんですけどね。ターブル抜け、ターブル。よし、あぶね。消すね。まず1万2000円食らないでしょ。食らないでよ。絶対頼むよ。大事なんだから、ここ。おお、怖え。あ、星4で侮れないからね。あ、これはね、まあ、撃っちゃいます。まあ、行きます。よし、よし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 。あ、出ない。技が出ない。
マジで。あー、ヒーローエナジー、やっぱドーピングした方がいいのか。一本ドーピングしないとやっぱきついね。硬いな。そうだ、これがいた。頑張れ。1万8000円いかないか。出るよね。お前にかかっている。ダメージ3000アップってこれ大きいよね、絶対ね。1万5000いかないかな。あー、そんな甘くないか。1万以上いかなくても、こっちここまで来たら1万以下になったりするんだよ。そう、待って、これ、あー、転送したらいけるんじゃないかって思うけど、全然だ。うわ、5000だって。無理だ、これ絶対相手1万だよ。6700、ガードしないとしのげないもん、こんなん絶対。ああ、ヒット、よくやった。これ多分ベジータ転送来るんで、まあ、そこはカットしますね。よしこのゴール危ない、強い。はい、ベジータ転送ドーン。よし。もう悟空通常入れてもこれだったらいけたかなって思うけど、どうだろう。やっぱね、チャージインパクト大事だね。マジかよ、まだいかないのかよ。かっか、まあ、大事なとこだよ、そこをね。本当に。勝ったからいいけど。よし、ターブル、たまにはね、見せ場持っていてね、ギャリック砲でね、ウィスさん沈めましょう。まあ、レジェンド級ではなんないけど、きついね、やっぱね。だんだんゴッドボスとかがもう半端じゃないんでね。カードだね、やっぱね、ストーリーモードで入ったりもするからね。だ、要はストーリーやって、まあ、こっち挑むっていうのがね、正解なんですよね。だから、こっちだけやってると、まあ、全クリしたらね、仲間のレベル最大も上がるので、まあ、そういうことも考えてね、ストーリーモードやってからの方がいいかもね。こっちやるのはね、ゴッドボス倒すのはね。だ、アーケードだけやってくださいっていう話もあったんですけどね。新しいミッションが解放したぞ。あー、また来た。こっち強いぞ。アーケードだけやったらいけないもんね、だってね。よっぽどいいの手に入らないと。このミッションではレジェンドクリアに挑戦できるようだぞ。だから、ビルスを倒せって書いてるけど、こっち先ほどのとこね、全然ドーピングしてなかったので、お金がないんですよ。なのでね、まあ、いろんなね、もの買いすぎたので、ちょっとお金貯めるたびに出ないかなと思いまして、だからここ一回挑戦して、まあ、その後ね、またストーリーモードとかやれば嫌でも金貯まるので、まあ、それでね、主人公もね、やっぱレベル上げたりするのにカプセルとか手に入るといいので、とりあえずやってみよう。君の力を信じよう。頑張るんだぞ。これがレジェンドクリア条件だ。お、悟空。よく確認しておいてくれ。スーパーサイヤ人ごとデッキ入れて倒せ。スコアが超アップするぞ。ダメ、こっちだ。スーパーサイヤ人ごとスーパーサイヤ人じゃダメだよ。ドミグラか、ドミグラ。いや、また後でやろう、それは。とりあえず今のデッキっていうかカードがね、ダメだね。ほらね、首の皮一枚の対決なんでね、先ほどより強いですよね、絶対ね。僕を眠りから覚ましたのは君かい。2万6000か、1人だもんな。まあ大丈夫だろうとは思う。ウィスさんがね、ちょっとね、邪魔くさかったんで、さっきね。連続で攻撃、まあガードすればいいってことだよね。
ボタンを押せ。パーフェクトだ。よし、君の勝ちだ。いいガードだ。仲間のアビリティ発動だ。ガードしてる分に、うわ強えな。ボタンを押せ。パーフェクトだ。ガードしてる分にはとりあえずは大丈夫なので、仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。2ラウンドもターブルでガードしようか。で3ラウンド目畳みかければいいような気がする。パーフェクトだ。君の勝ちだ。やるじゃないか。敵のアビリティ発動だ。もうちょっと実力を出せば。これが力の差だ。まだまだ。ダメもんじゃねえぞ。ヒーロースカウターの基本効果で敵のアビリティ発動。こういう時にちょっとやっぱヤムチャいた方がいいような気がするんだけどね。まあ、巨大化しましょうとりあえずね。サポート1分。もうここまでだ。はい、とりあえずね、巨大化したので、ドミグラ勝手に攻撃するよね。巨大化中なのかな。まあいいか、これでいいか。ガードしてればとりあえず1万6000沈むことはないと思うので。でも相手マックスだもんな、チャージ、あ、エナジーも。ってことは、あの1回でも食らったらまずいってことだね。ガードしてる分には大丈夫だ。で2回勝たなくちゃいけないんだよね。よし、まず1回目成功。すっげえ食らうから1万5000か。はあ、大丈夫かな。なんとかなんとかしのげた。よし、技が打てないね。やっぱエナジーいるよな。この時やっぱヤムチャいた方がいいんだよな。サポート分だけねエナジー上がるんで。おいおい、勘弁してくれよ。これで次行けば、まあこれでポタラで相手の気力と、まあ何かしら下げるので、まあこれでゴッドカメハメだのなんだのいろいろ出るので、まあ全部ね全カットしますけど、その後だね問題はね。よし、これもある。よしよし、来た、大成功。もうちょっと実力を出そう。何？何敵のチームの変身って。変身できたっけこの人。できないよね。完全に切れたぞ。変身したぞ。バカじゃないの2倍って。でもね、1万以上いかないんで。あ、もともと9000だったのね。じゃあここで決めさせていただければ勝てるってことだね。はい、はい、5109ダメージで大ダメージと。それで火のチームの攻撃、ゴッドカメハメハ、これもいけます。はい、ドーンといって、ここで、まあ、味方のパワーが5000アップしてね、 HP も2000回復したので、よし、連携効果で戦闘力が上がったと。やるじゃないか。あ、出ない。あ、でも倒したわ。そっかそっかそっか。あの、要は自分ドーピング1個もしてなかったんで、お金もないしアイテムもないんでね、なくても勝てるわ。ただこれをゴッドでいけって話なので、そうなってくるとちょっとね、あのホイポイカプセルのね HP とかドーピングした方がいいですね。さあ来んのか。なんかとりあえずはまあ目を引くものはないかな。新しいミッションが解放したぞ。ゴッドボス時空リンクボーナスで。えらいえらい。ほら来た、ゴッドボス。ビギナーズミッションをやってみよう。
このミッションではレジェンドクリアに挑戦できるようだぞ。あ、ここも後かな。ちょっとね、カードだね。ストーリーモードでちょっとね、あのベジータブルーとかも欲しいので、まあそれ入れた方がいいかな。ドミグラよりはね。どうなんだろう、やっぱちょっとレベルも上げたいし。そうですね、その後ですね、とりあえずレジェンドクリアってどんな条件なんだろう。君の力を信じよう。頑張るんだぞ。これがレジェンドクリア条件だ。あ、よく確認しておいてくれ。トランクスゼノか。レジェンドクリアを達成するとスコアが超アップすると。なんだかんだやってしまうっていうね。恐ろしい。さて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 、頑張ってくれ。チャージインパクト、パーフェクト KO でクリアだ。バカか、4万って。なんか無事切れ2個以上アップしなくなる。ちょっとやめて、それ。どっちみち技を打てないってことか。1ラウンド目はとりあえずターブル出せってことだね。悟空が引っ込んでるから2ラウンド貯めようかな。どうしようかな。2ラウンド貯めて攻撃でもいいかもね。まあこのビルス様ちょっと危ないけど。バーカバーカ、チャージインパクト見せたら終わりだ。もう勘弁してよ。もう1回だったからいいや。それ出て、あ、これ時の海王神入れた方がミラクル出やすいって書いてあったから、時の海王神、まあそうか。やるか。まあなんとかするしかないわな。チャージインパクト見せた時点で終了なんでね。バーカ、無理だこんなの。バーチもいいのかな。まあこれ下がったとてね、技打ってくるよね絶対ね。あんま意味ないもんね、ここまで来ると。このチームはひどい。どっちみちガードしなくちゃいけなかったのか。おいおい、勘弁して、超速くするってもう無理だよ。ヒーローエナジーがダウンしてしまった。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。ダメガードしても1万食らうってことでしょこれ。はい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 。まあ挑戦したんですけどダメでしたね。だカード圧倒的に負けるわ。だやっぱりちょっとバッジとか、うん、わかった。キャラクターもそうだし、レベルもそうだし、バッジもそうだし、まだまだ上を目指せる。うん、そうだね、その通りだね。まあちょっとね、いろいろ足りないね、まだね。お、珍しい、ラッキーだな。ベジット、まあいろいろあるからね、おそらくね。はい、ということでね、まあちょろっとね、顔出したんですけど、どんなものかね。やっぱりゴッドボスはゴッドボスですね。なのでまあ要はね、何が足りなかったかっていうと、まあキャラのそのレベルもそうですし、まあカードもそうですしね、もっとレアなのあるでしょうから、あと組み合わせもそうですし、トランクスゼノ入れるんでしたらなおさらですよね。まあそれに対してどうするかっていうのもありますし、そうですね、またストーリーモードとかちょっとやろうかなーって思ってるんですけどね。だからここだけやってもまあ要は、なんだろう。まあレベルもそうだけど、まあ何かしら足りなかったりね。やっぱり全クリしたら、あのキャラのね、レベル上限上がったりもしましたので、何かしらあるかもしれないね。まあこれでね、まあ存在するってことは、絶対にクリアできないことはないので、やっぱりね、こっちのやり方ですよね。なので相手の、まあ攻撃の癖だったり、
今のね悟空ゴッドなんか無条件で何1万ガードしてもダメージプラス1万っていうスキルが神と神っていうねアビリティが発動するので、あれはねもう本当にターブルだったとしても、例えばねターブルがねガードして500しか食らなかったとしても1万500って食らってしまうので、まあ、最初にビルスとかねガードしないで普通に必殺技食らった時点でねもう1万ぐらい持っていかれるのでアウトですよね。なのでチャージインパクト負けた時点でもう本当にやばいと思った方がいいので、あとドーピングは欠かせないと思いますし、そうだね、あとはもう普通にパーフェクトとか出してくるチャージインパクトになんとか勝たなくちゃいけないので、これはね、まあもっと強くしてからね、もう最強にしてから勝てるまでやろうかなと思います。なのでね、ここはやっぱ難しいステージでしたね。一番最初やって、なんかやけに強いなと思ったんですけど、一番最初やった時、ここすら行けなかったので、まあ、今回はね、ここと、まあ確か難しかったですね。超ボス、ゴッドボスであるので、まあここをね、倒せるぐらいまでね、まあ、いずれ強くしたいと思います。なのでね、やっぱり裏作業とか、まあ、ストーリーとかで、ね、進めていってお金も貯めて、まあ、いろいろね、また変えてやっていきたいと思います。ストーリーモードもね、なんかね、ちょっと強いのいるみたいなので、そっちも楽しみなのでね。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。